さあ。 やってまいりました。日本発着の必要マイル数4月の18日に引き上げという、えー、本日のテーマはですね、えー、マイレージのお話やっていきましょう。今年に入ってからいくつかの主要エアラインがルール変更に踏み切っているというね、件、えー、良いお知らせと悪いお知らせ、両方ともあります。えー、今日はこちらの流れ、えー、まずは ANA 国際線特典航空券のマイル数引き上げという発表を見た上で、 まあこれ悪いお知らせをねちょっと最初の方に入れていきたいわけですが、えそんな ANA 電話をかけるとですね2時間待たされギブアップするというこれ残念な状況になっております。これはね公式の案内に加えまして皆さんからの現地のね何が起きているのか体験談をもとにまとめていきます。えそして後半戦マイルに関してはまあ米国系エアラインの方が優れてるんじゃないかという説がですねまことしやかにこれ語られています。 のでこれもねままとめていきますそしてエコノミーの真ん中座席を避けたい人に朗報の新機能ですねこちらについてもやっていきましょういずれのお話もですね各社の動向を常にチェックしていかないと手に入りづらいというお話ばかりですなので今日の動画を見ていただくだけでですね国を超える皆さんの経験値が勝手にアップしていくというねこんな内容になっておりますママイレーのの最新の動きにについてて僕と一緒にマスターをして いきましょう、えー。それではですね、まずはじめ。 悪いお知らせから行きますけども、ANA 国際線特典航空券のマイル数引き上げという一番目の話から参ります。ここで参考にするのが、ANA の公式サイトですね。こちらは3月の時点ですでにあの発表はされているんですけども、この ANA ですよね。国際線。あとは定型の航空会社の特典航空券に関しても必要マイル数一部改定となっているというこちらの お知らせですね。2024年4月の18日木曜日日本時間ですけども、こちら以降にですね、予約発見される特典航空券、改定後の必要マイル数が適用されますよということで、これはどの路線を選ぶのかによっても、どれだけのですね、この引き上げ額になって、引き上げになっていくのかですよ。これが変わってくるんだということで、対象がですね、ANA の便だと、ハワイ路線とあと北 北米ですかねハワイを含んだ北米あとは欧州ですとかオセアニア地方にですねこう飛ぶよという方についてはいずれも必要マイル数改定となっています具体的に見ていきましょうかハワイと日本を結ぶ路線今回はですね対象がビジネスクラスもしくはファーストクラスに乗られる方となりますけども ANA の国際線という意味ではですね、まあ、この2つが対象になるわけですけどもあのまずハワイ行きに関してはですね往復でこれ特典航空 払いい出されています、まあ、ローシーズン、レギュラーシーズン、ハイシーズンということでね、えーまあ、これ3段階でもともとがあの設定されていたマイル数なんですが、改、え、定、ー、前はですね、えー、6万マイルから6万8000マイルでお求めができたというですね、えー、こちらの定義、改、え、定、ー、後はですね、8万マイルから 9万マイルでの間で提供されるとなりますのでここについてはどれぐらいですかね12割のこの、ね、価格の見直しと、まあ、そのマイル数の見直しであるということが伺えます同じくファーストクラスに関してもですね改定前は12万マイルでのハワイ往復からですねこれハイシーズンになると12万9000マイルだったわけなんですが改定後に関しては加減は変わらない なないのかなローシーズンは12万マイルのままただハイシーズンがですね 16万マイルとということは結構なな引き上げになっておりますで同じようにこれがですね北米路線を見てみると日本とのですね行き来往復の航空券特典航空券のですね指定はビジネスクラスでローシーズンが7万5千からだったところがこれ10万マイルですね必要になってくるとレギュラーシーズンそしてハイシーズンになるとですねもともとが9万マイル必要だったところが10万マイル 11万マイルにですね、プラス2万マイル引き上げということになっておりました同じくファーストクラスもですね、えーまあ、これ引き上げが掲示されているということですね、軒、ま、並、あ、みにやっぱハイシーズンに関しては引き上げ額がちょっと大きいなというところがですね、うかがえるこの北米との往復航空券、特典航空券の様子が発表されているということになります。欧州路線も見ていきましょうかね、日本とのビジネスクラス の往復特典航空券がですね、えっと、ローシーズン8万マイルからハイシーズン9万5000マイル必要だったところがこれは改定後結構、欧州路線は引き上げ幅大きいねローシーズンに関してビジネスクラスをね今見てますけども。 え改定後11万マイルからえプラス3万マイルほどですねあの引き上げになっておりますハイシーズンに関してもえ3万近く引き上げですかね12万マイルが必要だということで改定になっておりますのでぜひお気を付けでございますこれらがですね ANA の国際線は同じくオセアニアに関してもこのような改定まあローシーズンがプラス2万マイルかな改定がねありますまあ、ハイシーズンに関しても同じようなプラス2万2000マイルとお 1、2割アップしているような見え方かと思います。 はい、ぜひ皆ささんお気をつけになってください、えー、あとは、ですね定型の航空会社の特典航空券もお求めいただけるということで、ANA はスターアライアンスになりますので、えー、定型航空会社で言うと、まあ、ユナイデッドですとかね、えー、そういったところ上がるかと思います。で、こちらをですね、ANA のマイルで抑、えー、えようとすると、同じく、あれかな、ハワイ路線、北米路線、分かりやすいと、ちょっと見ていきましょうか。ハワイイ路線に関してでですすねののユナッドとかその辺りを抑えようと すするとですね必要マイル数がビジネスクラスでもともとが6万5000マイルだったところが8万5000マイルというふうにですね、改定が走ります、ファーストクラスもあれだね12万マイルか14万マイルに改定というところでね、えーとまあ、日本はゾーンがあれですかねあの厳密にちょっと分かれているんですけど、まあ、同じようなあの値上げ幅あ、引き上げ幅が確認ができるということになっております。 はい、えー。ということでね。 提携の,の航空会社は欧州路線だとか、とアフリカですとか、中東エリアもですね日本と結んでくれている、そんな路線ありますので、こっちの方も結構引き上げ額がでかいかな、アフリカ、中東と日本ですとか、アジア圏をですね往復するようなチケットに関しては、この提携航空会社の方はですねエコノミークラスを抑えるにあたっての特典航空券の方も改定があります。 こちらがですね回7枚、回転前が7万マイル必要だったところがプラス3万マイルですね、10万マイルが必要になってくるということで、ですねこのアフリカだとか中東だとかを行き来するというケースにおいては、結構な値上げ幅が確認されているということかと思います。はい、こちらががですね3月に ANA から、公式に発表されたもので、適用開始が4月の18日からですね、発見される航空券が対象になっていくということですので、ぜひお気をつけください。一応、ここのね、協会ラインに関しては、あの解説がありますね、2024年4月の17日水曜日までに、このですね、発見手続きを行った方に関しては、改定前の必要マイル数が適用されますよと。だからあくまででも日本時間で4月の18日 日木曜日に日付が変わった後にですね発見された場合が、改定後のマイル数ということになりますので、この点ね、ご注意です。あとはあそうか これ、航空券変更した場合もですね、変更したタイミングが4月の18日よりも後であれば、あ改定後の必要マイル数のですね、差額があ、分が徴収されるということですので、チケット変更するそのタイミングに関してもですね、お気をつけになってみてくださいというのが、まず一つ目ですよね、NA 国際線特典航空券のマイル数引き上げということでございました。 まあね、この新しい楽器が始まって、まあ、4月の18日、2024年度ということですけども、まあ、この手前で慌てて購入すべきとも、まあ、一概に言えないんですけどね、もし仮にご自身が納得できる条件で、えー、この特典航空券取れるよということで、まあ、かつ今年の夏以降、えー、秋だとか冬の予定を抑えられるよという方は、あこのですね、えー、まあ18日よりも手前で抑えるかどうか意識をしてもいいの かもしれません、えーまあ12割、まあ、中には3割近くですね乗っかっているというようなあの、まあ、路線もありますので。 はい、こちらね皆さんと一緒にチェックをさ,れ、えー、させてもらいましたでこれに関連した動きが出ておりますので多数報告入っていますのでやっていきますトンマンさんから「大輔ススさん先日 ANA に電話をした時に4時間弱待ちましたとんでもないですねなぜかと聞いたら今月の終わりで今まではコロナで延長していたマイルが切れるので電話の量がすごいんだと言っていましたでその上4月の18日からマイルの量が引き上がるのでその前に発見をしたいというこんな問い合わせがね今さ え、これによってね、電話口が相当待たされちゃってね、あの、ANA に電話したら2時間待たされてギブアップなんていうお声がお一人だけじゃないんですよ。結構多いので、これ本当にお気をつけです。まあ今ね、ご紹介したトンマンさんに至っては4時間弱待ったってすごいんですけどもえ、他の方からのお便りも含めて2番目のお話入っていきましょう。えまずご紹介するのがですね、これ3月27日、最近ライブ配信をやった時に多数の 方かか、ね、かららでですすすね現地お便りりをいいいただいていますまずはゆかりさんです先週末 ANA のシアトルから羽田便を予約しようとしましたが支払いの段階でアメリカのクレジットカードを使おうとするとエラーになってしまいましたチャットで何回かやり取りしても拉致が開かず日曜日にフリーダイヤルにかけたら1時間20分これマッチ時間があったのかな月曜日の早朝に LA の有料電話にかけてもこっちら2時間待たされたと順番におつなぎしますのアナウンス そう聞き続け我慢の限界諦めてねデルタ便に変えましたよというお便りでございました続いて J さんえ今 ANA のコールセンター混んでいますねプラチナデスクでもタイミングによってはそこそこ時間がかかります。 えー、そして、ボストン近郊ひろさんから、ANA のマイレージ航空券の必要数が上がると、おえー、上がるんだとね、いうことで、えー、友人が駆け込みで特典航空券を取ろうとしていました。で、そのお友達がまさにですね、昨日、えー、北米の ANA に電話をして、サイトでは、なんか購入がうまくできなかったのかな。えー、これでまあ依頼をすると、えー、ここではできないとのことで、こっちの電話にかけてくれと案内されるわけなんですが、でもですね、その電話番号が今かけている番号だったんです。えーそして そしたら担当者が結局できませんということで2時間半粘った上で何も解決されなかったというちょっと残念なね状況もお知らせが入っているわけでしてねえこちら ANA のえーこれコールセンターが国によって様々あるんですけども皆さんからいただいているお便りを見るとですね北米からの問い合わせまあほそうですねこちらのホットラインに関しては非常に混雑しがちという情報 が多数ありますのでぜひお気を付けになってくださいあの具体的なですね問い合わせ窓口まあメールだとかねチャットで解決ができればそれに越したことはないということなんだけどももうね電話をかけるとなるとえこれはそれなりの待ち時間が生じるというのは覚悟の上で挑むというお話なんでしょうね。えー、日本語英語まあ両方ね対応はできるということなんですがトールフリーで、えー、受け付けてくれているこちらの番号です。まあ北米 コーールセンターの番号になりますが受付時間は24時間で、まあ、これ自体はいいんですけども非常に、ね、つながりづらいということです有料回線の方も案内されている、えー、こちらもですね米国の番号になろうかと思います、えー、こちらに関してもですね、まあ、さっきのお便りを見る限りだと、まあ、2時間待ちとね、えー、全然珍しくないということになりますのでご注意くださいちなみに ANA マイレージクラブに関するお問い合わせですあ今さっき見た 見たのがああのあれ。 え、航空券に関するお問い合わせ窓口のね、えー、番号を皆さんとね、チェックして、ちょっとここ混んでるよと気をつけましょうということだったんですけども、よくね、見てみてください。トールフリーの方が、末尾が9262の方の電話番号なんですが、これ見てみるとですね、ANA マイレージクラブに関するお問い合わせの方、この電話番号の末尾を見るとですね、9262ということで、同じ番号が案内されてるんですよね。えー、で、有料の方も全くこれ同じなんですよ。えー、従いまして、航空券 に関する問い合わせとマイレージクラブに関する問い合わせがですね同じところで受け付けていて特に、ね、必要マイル数引き上げ4月の18日で、ね、これ切り替わっていきますからこの手のです、ね、問い合わせがで結局パ,、えー、パンクしている可能性がです、ねえー、ここを示唆されますのでぜひご注意になってくださいということでした、えー、そしてパパリンさんから、まあ、こんな回避方法もいただいているのかな北米の ANA のコールセンター英語の回線はつながりやすいですよと。 とといいいうこここににななりますののでこちららどかかけたらいいのかな一応、まあ、これ案内されている先で英語モードみたいのを選ぶのか、まあ、もしね、この他にもかけるべき場所を知ってるよということがあればですね、ちょっと僕が見つけられなかっただけという可能性もありますので、えもし追加情報がありましたら、コメント欄でですね、教えてもらえると嬉しいなと思います。 はい、えー、そして、え、オペレーターさんにつながりさえすれば、まあ、親切だよということで、えー、ミスティ光の玉手箱さんより、えー、こんなお便りをいただいています。ANA の電話、スカイプのかけ放題プランだったので、辛抱強く待ちました。お待たせして申し訳ないというオペレーターさんに寛容な気持ちで対応をすることができました。AI とのチャットボットでは解決できないという経験をすると、やっぱり人間のコミュニケーション能力っていうのはすごいんだな、まあ、柔軟性がそれだけあると、えー、思いたいわけですけども、<笑><笑>まあ とりあえずね繋がりさえすれば、うんまあ、どちらかというと、まあ、日本の、ねえー、会社がやっているコールセンターですから、まあ、親切という点も、ね、言えるんだと思います。うーで一方で 悩ましいなと、なんだかんだ言っても悩ましいな、ANA というお便りも、ゆきポニョゆきさんからいただいております。アメックスを使って必要な時には ANA を利用していましたが、二、えー、つほどですね、言いたいことがあるんだと。まず一つ目。一年前でも特典航空券が取れない。特にビジネスクラス。一年前でも取りづらい。まあこれだから、需要と供給のバランスが合ってなかった。まあだからこそ今回ですね、えー、必要マイル数の引き上げに踏み切らざるを得なかったということも、ね あろうかと思います、えーね、なかなか先の予定だとしても、えー、取りづらいというねこんな懸念があると、えー、そして2つ目皆さん明記されていますがアメリカ側のコールセンターに電話をしても2時間待ちが当たり前なんだということでチケット変更をしたくてね電話をしていると変更できない場合って本当に困りますと、まあ、ただですねこの ANA のマイルは他の航空会社に比べると 必要マイル数少なくて済むという、えー、ですね、既存のこの必要マイル数設定あったので、まあ、悩ましい限りですよね。まあ新しくですね、引き上げ後のマイル数でどうなのか、そして燃油サーチャージがね、ベッドかかったりするのが ANA、あの日本のエアラインの前、えー、この特典航空券の 特徴でもありますから、これらを比べて、えーね、どちらの航空会社での購入になるのか、これを決められるのがいいんじゃないでしょうか。そんな話をしていると、丸三番ですよ、えー。マイルに関しては、アメリカ系、米国系のエアラインが優れてるんじゃないかと、こんな説をいただきましたので、三、えー、番目のお話入っていきましょう。いただいたお便りですね。えー、タカコロさんからの、えー、お便りです。マイルはユナイデッドの一択です。日系エアラインのマイルシステム には期限があるだけではなく、まあ、必要なマイル数が、ね、少ないという利点があるにはせよチケットクラスで貯まるマイレージに大幅に差がある点はやっぱり やっぱり不満です。ANA などビジネスクラスでも安いクラスだと獲得ができるマイル数が悲しくなるぐらいしょぼいです。一方でユナイテッドに関してはチケットクラスに関係なく使った金額でマイルが貯まりますし有効期限もアカウントにマイルに出入りがある限り期限が切れることはありません。また日本の国内線は5000マイルも出せばですね取れてしまうというユナイテッド航空のマイレージプログラムというわけでね。えー、国際線も 税金ででで数十ドル取らられるぐらいでですねユナイテッド航空のマイレージプログラムこれ魅力ですよねで。一方の国際線に関してもユナイテッド航空の、えーまあ、マイルでですね予約を取ると特典航空券を取ると追加料金が一応まあ税金。 え、空港税とかなのかな数十ドルは取られるんだけど、まあでもそれぐらいでですね、ANA のように数,え数百ドル分の燃油サーチャージが取られることもありません。特に今、燃油高の状態で、 あのまあ、高止まっているという、ね、ことを挙げられますので、これ結構大きな違いですかねえ。マイルシステムはやはりアメリカの大盤振る舞いが魅力的に映るという、ね、えお便り、えー、タカあコロさんからあいただいております。ありがとうございます。え続けまして、えー、ザ・ヒポックさんからのお便り、ちょうど桜の時期を逃してしまいますが、春休み中の娘に、えー、アメリカに会いに行くという日程なので、え仕方がない、えー、これは航空チケットの購入をちょうどされたところなのかな。 ところでその娘が今度は夏休みに日本に来るように。 ANA のマイルを使ってチケットを取れたんですが、なんと、このマイルにプラスをして9万円超えの、これ燃油サーチャージを含むですね、諸費用がかかってくるということなんです。マイルを使う意味がわからないってほどの、このプラス料金ですよね。これが必要になってしまうなんてことも、日本の航空会社の特典航空券、まあ、珍しくはないんじゃないかと思うわけです。で、この点についてはですね、ちょっと補足をしていきますけども、例えば、ユナイデッド航空の公式 サイトなんか見るとですねマイレージプラスでこれは抑えた場合特典航空券の燃油サーチャージは免除という点書いておりますしほ、まあ、他にも複数のメリットはあるんだけどもやっぱり追加になるですね諸費用の違いこの点は大きいんじゃないかなと思うわけです、まああのね、ベースで設定されているマイル数がねその分ユナイテッドの方が高額だったりするわけですからこの点悩ましいというところなんです。 けどもえちょっとこれ簡単に表にまとめてみましょうかねちょっとチャット GPT にまとめてもらったので見ていきましょうえ指定された4つのやらあこれね JAL と ANA えそれぞれ提携しているアメリカン航空とユナイテッド航空をですね、えー、表組で、えー、示してみましたまず有効期限があるかどうかで言うと JAL と ANA ですよねえこの2社に関しては日本の航空会社はですね、えー、最後の積算日から36ヶ月後の月末に あのこれ、有効期限切れてしまうということですから、マイルを獲得したら、その日から3年以内には使用しないと失効してしまうというのが、日本のエアラインのね、ルールになっております。この点は注意が必要ですよね。一方のアメリカン航空だとか、ユナイテッド航空ですよね。こちらに関しては、そのマイルに、この、なんていうの、活動があるとき、だからマイルを増やしたりだとか、 え、それを使ってですね、航空券購入したりだとか、あの動きが、アカウントに動きがありさえすれば、そこに溜まっているマイルがですね、すべて一応保持されるということですから、あの、獲得した日からですね、あの、なんていうの、この、有効期限が設けられているという日本の仕組みとは全く違うんですよね。いわゆる、まあ、有効期限が存在しないと、使われている限りは存在しないということで、あの、一番大きな、あの、これは違いなんじゃないかと思うわけです。あとは年有差 チャージをはじめとする諸費用がかかるのかどうかに関しても基本的にはですね JAL だとか ANA っていうのはあの別途あのこれが費用請求されるということなんですがアメリカン航空だとかユナイテッド航空に関してはですね、まあ、一部の定型の航空会社に関しては必要になる場合もあるんだけども基本的にはあそういった諸費用があーないとほぼなくて、まあ、空港利用税とかに限るのかなまあ、一部ですね徴収されはするんだけども日本のエアラインほどではないとこんな違いが ありますちょっとね簡単に表でまとめをさせてもらいました。 はい、えー。そんなですね、米国系エアラインの代表格でもあるユナイテッド航空なんですが、えー、これに加えてね、最近の嬉しいオプションがもう一つ増えているんだという件をですね、4番目のお話でレポートをしていきたいわけです。エコノミー座席ですね、真ん中の座席を避けたい。これ皆さんそうだと思いますけども、えー、そんなあ方々に朗報がありますとお,お便りをいただいたのがともひろさん。いつもありがとうございます。えー、マイルガッさんの紹介、あ先日にちょっと動画させてもらいましたけど、 もう一つ、ですね大きな新機能をお伝えしたいなと思います。これもこの機能が搭載される最初の航空会社にはなりますが、ユナイテッドエアラインの動きですね、希望の座席が空いていないときに、取り直しをして、自動的にこれ取り直してくれて、お知らせを送るというものなんです。これはかなりすごいことで、ユナイテッドの名誉挽回になるんではないだろうか。 ね、この先日のマイルの合算のプログラムはシステムエラーで、ね、1日2日使えない期間ありましたけども、まあ、それの名誉挽回になるのかえ日系の航空会社は企業契約の会社にこのサービスを提供しているんですが航空会社が誰にでもです、ねこのまあ、法人ユース以外にも、まあ、一般の個人に対してもです、ね、こ,れこういった機能を提供するのはすごいことなんじゃないか、まあ、新しい取り組みなんじゃないかと。もうま、座席がです、ね、真ん中しか 取れなくなった時え、ちょこちょこ見て誰かキャンセルするか、これをね。あのー、まあ、自分で監視することはもちろんできるわけですが、そんなことする必要がなくなります。ちょうど今ユナイテッドの、えー、予約を取り付けられた智弘さんなんですけども。まあ幸いなことに座席がガラ空きで。 あのどこもねあの、抑えられるということで、この機能は試せていないんですが、もしチャ,チャンスがあればシェアさせていただきますよということで、この最新動向がですね、キャッチできたのが、ザ、えー・ポインツ外のこちらの 報道でございます3月の22日に報じられたばかりの、ね、テーマなんですが、ユナイテッドコールの、えー、航空のクールな新機能ということで、ちょっとざっくり訳していただきましたので、引き続きともひろさんのコメントをご紹介です。3月の22日金曜日から座席通知に登録できるようになっているようで、予約の時に希望の座席が空いていない場合は、自動的に移動がなされ,されるんだと。 する時シートマップを見ながら希望の座席をリクエストができますこれだから埋まっていたとしてもリクエストできるっていうのはこれ斬新ですよね出発の数日前に予約をしていて真ん中席しか残っていない場合よくありますよね窓側または通路側の座席が空いていたら自動的に移動するように通知設定ができるんですアプリでは非常口列とバルクヘッドまあ最前列とかなこの座席に関する通知の登録もできるようです希望の座席の選択が可能になった場合 アプリは自動的に座席を取り直してくれて、まあ、その変更がなされたよということをユーザーさんであるあなたにですね、通知を出してくれるんだと。で通知設定をすると、ユナイテッド航空は座席の希望監視を、えーまあ、希望の座席を監視し始めまして、出発の12時間前までに座席が空いている場合、えーまあ、それを待っている人がいればですね、一番手前、えー、一番手の 型から順に、まあ、早くですね、この設定をした人から順に自動的に座席の取り,取り直しをやってくれるんだというですねお話でございました。で、この記事、もう少しね、僕の方でも補足をしていくんですが、ここら辺がポイントかな、3月22日、もうすでに金曜日からあこの機能が開始されているというわけでして、希望座席の空席監視自動指定機能ですね、米航空会社では初めて取り組まれるようです、これが。まあ一般の コンシューマー向けということなんでしょうけど、これまではサードパーティーアプリでなんか似たようなものがあったみたいなんですが、公式アプリが対応するのは初めてだと、まずは一部の顧客に適応をして、段階的にこの対象顧客を広げていくような報道のされ方だったので、必ずしもですね、誰しもがこれ、いきなり今、使えるかどうかっていうのは分からないんですけども、徐々に、これ、数ヶ月かけてということになるのかな、当たり前の機能になっていく。こんな可能性が非常に 高いのでえ、皆さんもですね、座席をブッキングして、中央しか行けないな、こういう時に、えー、諦めないとね、えー、この機能があるということを頭の片隅に置いて、アプリの画面を見て、えー、見られるといいんじゃないでしょうか、ということで、最新動向のご報告でございました。ね、ちょうどあの、ユナイテッド航空に関しては、先日、マイルの合算が、えー、ご家族だけではなくて、友人との間もですね、可能になるよ。これも米航空大手では初めてだということでね、報じられていた わけなんですが残念ながら、えー、初日そして2日目あたりまでねシステムエラーで使えなかったなんていう汚名返上もあったかと思いますでこちらのマイルの合算に関しても少しね、えー、これ、えー、付け加えていくんですけど M 佐藤さんより、えー、いただいたお便りも参考になるので、えー、ご紹介です JAL だとか ANA に関しては家族間ではマイルの合算ができるようですがユナイテッドのように友人との間でも合算ができるというのは珍しい企 がしますもともと海外の航空会社は、マイルで家族名義や他人名義の航空券を予約できるところが、えー、多いです。かえー、ご家族の一人が出張族で、えー、1年に1回はその人が貯めたマイレージで、家族全員ビジネスクラスに乗って日本に一時帰国をするなんていう友人もいます。米国の出張が多い友人がマイルが使い切れないからと、私のために米国航空会社の日米往復のビジネスクラスの航空券を取って、えー、くれたなんてことがあります。エコノミーだと思っていたら、 ビジネススクラスだっったたのでびっくりしましまお返しにその人が英国に旅行に来るときに私のマイルで英国系航空会社のビジネスクラスを取ってあげたなんていうねまあ相互にやり取りしてあげたなんていうねまあお返しをしてあげたなんてこともあります ANA の特典航空券は必要マイル数は比較的少なく4月に必要マイル数が増えても米国系と比べればまだ、まあ、それでもですね安価な設定なんじゃないかとね少ないと思いますがサーチャージは別途徴収されるのでそこも含て 含めてですね、まあ、支払い額がが大きくなりがちこの難点なところも含めて、皆さんね、どの航空会社のマイレージを使うのが、まあ、自分にとって一番心地いいのか、今日の動画、判断材料になりましたら嬉しいなと思います。ということで本日は、ANA 国際線の特典航空券マイル数引き上げという4月の18日からの動きですね、こちらをレポートさせてもらいつつ、その周辺で起きているルール改変だとか、あとね、ANA のあれ電話かける すごい待たされますからお気を付けくださいといいととうことでござまました、まあね、このマイルに関しては、単純比較をして安直にどっちがいいとかね、どの会社がいい悪い、これをね、一概に決めるってことは、難しいテーマの一つですかね。まあ、それぞれ特徴があることが、皆さんからの情報を見ても明らかかと思いますので、今日の動画を見ていただいて、マイルの有効期限の存在だとか、あとコールセンターの質だとか、総合的に考えて、まあ、どちらをメインの航空会社としてマイルを 貯めてていいくくののかか使っていくのかですね参考にしていただけたら嬉しいなということで本日は日本発着の必要マイル数4月の18日引き上げの動向をもとに皆さんとチェックをさせてもらいました今日の情報が役立った興味深かったという方はチャンネル登録をしてまた次回の動画でお会いしましょう大好きでした